はい、こんにちは、スプレーアートエデンのめちゃんです。ということで今日はね、ベロちゃんにドッキリです。さっきね、アボカドの料理をちょっと一緒に作ったんだけど、アボカドの作ったやつにわさび混ぜてベロちゃんに食べさせたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたの？準備はいいですか？あ、準備はね、あと少し。これがさっきの作ったやつですね。そうです。何作るの？ナチョス。ナチョス。ナチョスですよ。 OK ですか？ OK ですね。はい、こんにちは、スプレーアートでのベロちゃんと梅ちゃんです。はい、ようこそメキシコ料理コーナーです。今日はさ、これ、うん、どこでも、まあ、スーパーとかね、手に入るけど、うん、まあ、これがない。これがないの？まあ、イオンとかね、イオンモールで売ってるね。まあ、トルティーヤって。そっちの方がない可能性高くね。見て、何？うるせえ。そしたら、うん、これを切ります。はい。その後は口ってあげる。うん、じゃあちょっと待ちます。はい。じゃあ俺なんか食べてよ。おお、なんかいっぱい入ってんね。おお、一気に入れるね。ね。おお、じゃあちょっと待って。完成です。すごい、ね、完成。どれくらいっていい？いいよ。これね、うん、こんな感じだね。うん、あります。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。いただきます。うまい。あ、食べれたでしょ。おいしい。え？ベロちゃん、わさび嫌いだったじゃん。うん、何回もドッキリすることによって好きになってくれるっていう。慣れたじゃん。あ、量間違えたね。もっと入れればよかったね。そうだと思う。もっとベロちゃんにドッキリをしてほしい。こんなんじゃ生ぬるいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもお願いします。アディオスアミゴー。アディオース。マジか、絶対ワクワクしたわけな。今回甘かったね。